はい、私は会社名は株式会社日本エージェントの代表取締役をしております、武田聡と申します。仕事内容は港湾関係のお仕事、そしてビルメンテナンス業をしております。現在2023年度は会員交流委員会の委員長を仰せつかっております。 JC に入った目的はもともと私入るのが嫌なタイプではあったんですが、まあ、自分の挑戦と思って、また人脈の形成、自分、そして自分の成長を詩人で入会をさせていただきました。そうですね、 JC に入ってよかったのは、まずは同期との出会い、一つのこれが財産になります。そして今委員会を持てたこと、これが一つの家族ということで、非常に私の宝物になっています。はい、福岡にはたくさんの方々がいますが、入る勇気、必ずこれを持ってほしいと思います。そのきっかけをどう自分で捉えるか、人脈を作りたいだけなのか、ビジネスとして成功したいだけなのか、まあ、少しまず軽く考え、入っていただけたらというふうに思っております。